じゃあ今日は25ね。朝の薬は飲んでるんですよね。飲みました。はい。バキサトンだじゃん。まあラキサトンも飲んでるんですよね。まあ飽きてます。まあでもラキサトンはやってみてもいいからちょっとだけ。どうしたん？今日喋りすぎじゃない？これ美味しいの。好きなのこれ。なごちゃんやること多いね。なかなかいろんなことやらなきゃいけないから。のティーで口周りをちょっとやる。ごめんね、口をやっとかんと口の周りが。25g 食べたんだよね。はい。
6キロの子でね、腸内バイオムのドライだと、85グラムなんですよね、1日を。85ね。で、あの、市中間だとなんと392グラムなんですね。これだけで満たそうと思うと。だから、だから缶が40グラム食べたって言ったじゃないですか。計算したら、8.6 グラムぐらいなんですよ、ドライで。そう、だから混ぜたら食べないの、ドライとかあのシチュー缶を。余計食べんくなっちゃうかな。でもちょっと一回やってみよう。ちょびっとだけね、あのたくさん混ぜたら食べんのももったいないんで、ちょびっとだけ、はい、それからあのドライでダメだったら今度ふやかした流動食にしたらふやかしたやつと缶もちょっと混ぜるとかね、はい、うん、でまあここまで食べろとは思わんけど、この8割方食べたらまあまあいいかなと思うんですけどもね。これも目いっぱいだ。はい、じゃあこちらね、返しておきます。そんで15、20、そうか、今日お薬ってそろそろない頃、粉薬読むのは2日分残ってて、あの5日分ぐらい残ってる。あ、残ってる。で、じゃあまだ今日出さなくてもいい。作ったの。あ、まあじゃあいいや。作ったのだったら。はい、わかりました。終わったよって。はい、じゃあまた来れるところで来てください。